なんか目がね痛い。ヘウェー。そうなんよ。なんかやばいよね。なんか充血しとる。気になる？ちょっと鏡で見たい。大丈夫？うん、大丈夫だと思うんだけど。うん、なんかちょっと充血気味。でも大丈夫。もうコンタクトしてない。あなたはありがとうございます。そうなの、ちょっと目が痛くて。そうなんです。そう、皆さん今日も一日お疲れ様。ありがとう。お疲れ、本当に。ありがとう。体調大丈夫か？うん、大丈夫だと思う。だと思う。だと思うです。大丈夫だと思う。わからん。ガレ、ありがとう。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫ですか。わからん。やばい、すぎて嫌われるかもって思い始めた、ショールームしながら。今日 STU の日なの？え、なんか今日 STU の日だよね。なんかショールームってさ、ちょいちょいさ、なんかそういう日あるよね。今日は STU みたいな。ありがとうございます。なんかさ、あんまりさ、あんまその日では気にしたことないんだけどね。月1ぐらいであるよね。あ、そう、フューチャーでアバターもらえる日。あ、そうなん、今日アバターもらえるのらしい。あなたもありがとうございます。明日テストやから応援の言葉くださいって。何のテストかな、あれかな、受験ですかね。だからテスト頑張って。プロ意識持ってくださいって言われた。あまり言いたくないけどって言われた。なあ、うるさい。私を語るな。寝起きを飲みなく、ショールームでプロ意識を持ってくださいとか謎すぎでしょ。ほら、噛みつかないで、クーシャーク、やんのか。アカペラでうっせぇわ歌おう。うっせぇわね、正しさとは愚かさとは
それが何か見せつけてやる。うせえうせえうせえわ。あなたが思うより健康です。健康かどうかは分かりませんね。ありがとうございます。言葉遣い悪いよ。いやマジで気をつけるね。いや本当に気をつけますね。もう皆さんも気をつけてくださいね。本当におしめにぐさぐさくる言葉結構言ってますよ。私はそれを結構返してる。地味に傷つくかな。まあ地味だけどね。地味にだけどね。あなたもありがとうございます。なんかなんて言うんじゃろう、なんかあんまショールームでさえもこういうの言われたらもうなんか何のためにやっとんじゃろうとか思い始めるかなねえ。うん。しかもなんかこういう時に限ってネガティブコメントめっちゃ多いんよ。そう。小さいことは気にしない。それ中村。いやそうだよ、それ私の書き初めじゃないんですけど、あ何なんだろう、なんかお正月に書いたやつだね。それどんなコメントが理想ですか。なんか傷つかないコメントだったら何でもいいや。でもいいかな。うん。私もそんな鋼のメンタルじゃないんでね。よろしくお願いしますよ。なんか。いいんだろう。ありがとうございます。これから TDC のチケット期間にコンビニ行ってきます。なんかいよいよな実感湧くね。ありがとう。もう目をつぶる、つぶりたい、ずっと。どこありがとう。3回寝たら TDC。 そうなん。私そういう考え方よくやるわ。なんか遠征が多い時にあと3回寝たら広島だとかめっちゃ考えたりするんじゃけど、そう考えるとあっという間ですね。
ありがとう。ジルシ超えないと探検できない。あれあれ、頑張って頑張って言わないで私に。もう泣いちゃう。うわ、はあ、頑張らないで。いや頑張らないでは違うんだけどね。ありがとう。今日はね、もうダメダメダメでかもしれません。顔半分、え、ちょっとね、目がね、そうそう、ちょっと悪くてね。コンタクト取ったの、うん、取ってた。なんか目がもう痛くて。ありがとう。配信してくれてありがとう、ありがとう。ありがとう。なんかね、もうね、なんだろう、何喋っていいかわかんねえ、何も言えねえだわ。ここで使わせていただきます、この名言。何も言えねえ。ファイト、ありがとう。優しい、みんながみんなが優しい。配信見るだけで頑張ろうって思える。ありがとう。あ、ありがとうございます。めっちゃ弱ってます、私今日。いや、なんか、うん、ちょっとズタボロかも。ズタボロでさ、でさ、もう何喋っていいかわからんなんじゃけどさ、喋るたびに嫌われるんじゃないかなって思って、何も言えねえ。私ね、結構ね、思う、嫌われたかなって思いながら、その嫌われるのが怖いから好かれるのも怖い。そう、でも好かれなかったらそれはそれで孤独。見て、このめんどくさいでしょ。めんどくさいんです。
中村舞、もう意味わかんない、私も手に負えません。それでは皆さんおやすみなさい。ジレンマ、おお、いい言葉だ。ジレンマ、ジレンマなんですってよ。これから響きもかっこいいし、たくありがとうございます。マイのジレンマ、なんだ、記憶のジレンマみたいな、マイのジレンマ。生きることに足を取られゆっくり休んで、みんなもね。え、てか明日で、明日金曜日か。明日金曜日、2番、うん、私2番の方が好きかもしれん。いや分からん、1番も好きなんじゃけどね、2番好き。姉急によしよししてもらってお姉ちゃんと、お姉ちゃんと今日久々にご飯一緒に食べました。お姉ちゃんがスープをね作ってくれたんですけどね、なんかなんかこのスープ本当に味以外は美味しいよねとかって言ってきて、味以外は美味しいから食べてみて、でも味は美味しくないよって意味がわからんと思いながら食べたんですけど、確かにあのなんか なんやろね、お姉ちゃんがそう、味以外は美味しいから食感ってことなんかな、食感とか、なんかとろみをつけたって言ってさ、そのスープに食感とかこうなんか なんだろう、でも味以外って言われても味、全ては味、何か入っていたのかもしれません。すごい姉級スペシャルなスープ、真心、そう真の心愛情も入ってる。あとはあの何ですか、血圧が、これを飲んだら血圧が上がることがないって言われました。私の健康に気を使ってるのか、これを飲んでもそんなに血圧は上がらん。なるほど、おやすみって。え、今何分ですか、もう終わる。58分、ちょっとめっちゃ髪ボサボサやんけ、なんてこった。ちょっと誕生日を、ゆうさん、セラさん、もとさん、フレッシュメロンさん、ボンちゃんさん、アルフォートちゃんさん、金友さん、きなぺこさん、そう、これ私アバター、亀吉さん、ん、金友さん、きなぺこさん、亀吉さん、くまねパパさん、山道さん、さくまるさん、ひろきさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。
またね。じゃあね。バイバイ。みんな明日も頑張って。